皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、室町時代の三大一揆ということで、室町時代にあった大きな3つの一揆についてお話しします。まず最初は象徴の土一揆です。1428年、日本ができて初めてと言われるくらい大規模な一揆、これが起きました。これを象徴の土一揆と言います。この象徴の土一揆の土一揆というのは、当時漁師は農民のことを土民と呼んでいたんですね。その土民の土という字を取って、象徴の土一揆、または象徴の土一揆、このように読みます。1428年という年は将軍、そして天皇の交代がありました。こういう年には世の中では徳政が行われて、当然徳政が行われる年、このように考えられていました。この年の前年から悪天候が続いて、作物が取れずに伝染病も流行って、多くの人が亡くなっていました。しかし漁師は年貢を払え、ね、金貸しは金を返せ、ね、こういう要求を突きつけるんですね。さらに、ね、あまりに多くの関所ができて、馬借は関所を通るたびに通行料、これを取られていました。ある国では一つの国の中に200も関所があったそうです。世の中の不満がこのように溜まっていき、近江の国の佐野で馬借がまず徳政を求めて立ち上がりました。これをきっかけに京都と奈良を中心として近畿地帯一帯に一揆、これが広がっていきます。一揆の人々は金貸しの土葬や酒屋、寺社を襲って実力行動に出て、証文を取ったり破いたり焼いたり、そして自分が預けた品物を勝手に持って帰ったりして、実力行動に出て徳政を勝ち取りました。これが象徴の土一揆です。これより前の農民というのは生活が苦しいと、ね、その土地から逃げ出す、それしか抵抗することできなかったんですけど、この時代というのは宋というものができていましたよね。宋村なんかできていたんですね。ですから宋というまとまりでいろんなことを要求する、そういうことができる力を持っていたんですね。それが大きな一揆を引き起こした一つの要因になっています。それから二つ目です。山城の国一揆です。これ応仁の乱が終わった後も、山城の国では相続争いで畠山氏がまだ争いを続けていました。この畠山氏というのは、これ応仁の乱の原因を作った守護大名ね、これが一つなんですね。これまだ相続争いを応仁の乱の後も続けていた。でそこに住む人々は食料を取られたり、ね、戦費、戦いにかかるお金を取られたり、労役に駆り出されたり、ね、家を焼かれたり畑を荒らされたりしたんですね。で苦しんでいました。そこでこれに対して黒人、地侍、農民がまとまって一揆を起こして、畠山氏を山城の国から追い出しました。そして自分たちで、自治、自分たちの地区のことは自分たちで決めていろんなことをやると、そういうことを始めたんですね。これを山城の国一揆と言います。この自治はおよそ8年間続きました。8年後には幕府にこれ潰されちゃうんですけど、それまで8年間続いたんですね。この黒人地侍というのは、地侍というのは、普段は農民を指導して、ね、畑を耕せたりしている侍のことで、地元に住み込んだ侍ということで地侍と呼ばれるようになりました。でこの人たち、いざ戦があると刀を持って、武器を持って戦場に出かけていって戦うと、こういうことをしていた人たち、それが地侍です。
これに対して黒人というのは地侍を自分の家来にしていた、ね、地侍の上にいた人たち、これは黒人と言います。さらにね、加賀の一向一揆があります。この一向一揆を起こした一向宗というのは浄土真宗のことです、ね、浄土真宗のことを一向宗、このように言います。加賀の死後、富樫家の後継者争いで富樫正親が一向宗門徒、信者のことですね、門徒の力を味方に争いに勝ちます。しかしこの正親、ね、1年も経たないうちにこの浄土真宗の信徒、門徒、ね、一向宗の門徒の力が怖くなってこの門徒の弾圧を始めるんですね。そして1487年、この正親が足利義政の命令で国を離れている隙に一向宗の門徒が富樫康隆、これ正親の親戚の人なんですけど、これを担いで蜂起します。一揆を起こしました、ね、これを知った正親は急いで帰国するんですけれど、その翌年1488年一揆側に敗れて自害をしました、ね、これが加賀の一向一揆と言います。これ以降約100年間加賀では一向宗門徒がこの加賀の地域を支配していました。で、加賀の地域、なぜこの一向宗の人が多かったかというと、蓮如という本願寺のお坊さんがいて、このお坊さんが講という組織を作って北陸地方に信者を増やしていった。このためにこの加賀の国でも一向宗の信者、門徒の人たちがとてもたくさんいて、こういう一揆を起こしたということです。今回は室町時代の三大一揆、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。